プロジェクト K。 こんにちは、キラーです。今回はですね、こちらです。日本奇跡をありがとう、全レースドイツカラーボックス in 小島初日パッ。いやー、日本勝ちましたね、ワールドカップドイツに。やばい、誰もが願ってはいたとは思いますけども、まさかマジで勝っちゃうとは。まあ私も学生時代ずっとサッカー部でして、サッカー好きではあるんですけど、まあでも普段代表戦しか見ないんですけど、 J リーグとか海外のリーグとか全然見ないんですけども、なのでにわかっちゃにわかなんですけども、まあワールドカップは毎回絶対見て、ワクワクをもらい、感動をもらい、前回ワールドカップもねめちゃくちゃ感動したので、ベルギー戦めちゃくちゃ感動しましたので、今回もね、ジャパンの活躍と熱い思いを見させてもらって、勇気と感動をいただきたい。それが人々のモチベーションにもつながるはず。それが爆勝ちへとつながるのです。ちなみに私は家で一人で見るのが好きなタイプでございます。皆様はどこで見る派ですか？友達の家派でしょうか？それとも渋谷派でしょうか？それとも彼女のお家派でしょうか？まあいいや、日本おめでとう。そして強豪ドイツに敬意を表して、私もこのドイツカラーボックスで戦わせていただきます。さあ、ではです、どうぞご覧くださいませ。小島初日でございますからね、何かが起こるはず。3定ボックス6通りなのでね、あ、スタートでこきさん、3定ボックスはねかなり難しいと思います。1号艇も入れてないですし、待って、それでもねこれ一発できたらやばい、奇跡。その分ね、くればもう一発でありますでしょう。もう一発で爆勝ちはいけますでしょう。3定ボックス、3定ボックスなのでね、1号艇ドイツに勝ったんですから、これだって当たる気しかしませんよ。5号艇が来たよ。な、待て、なんか早かったとか言ってます。危ない、危ない、危ない、お手元の投票券大切にお持ち。1コースと3コースです。1号手の中村、5号手の藤井、早いタイミング、現在スタートは審議中。スタートが審議中。誰がスタート審議中？1号艇と5号艇って言いました。1号艇の中村忠志、そして5号艇の藤井徹、1号艇の中村、5号艇藤井、両名はフライング変換欠場となりました。従いまして1号艇と5号艇に関する全部変換だ。全部変換。第3レースでございます。大昔にですね、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらっていう本をね読んだんですけどね、そこでですね、その女子マネージャー、高校野球の女子マネージャーがですね、高校野球とは、待って、高校野球とは何のために存在しているのかっていうのをすごく考えてですね、導き出した答えが、見ている人に感動を与えるために存在しているんだ、それが高校野球なんだっていうね、答えをにたどり着いたんですよ、そのマネージャー女の子。スポーツというのはそういうものですよね。ワールドカップだってそうだと思います。見ている人に感動を与えてくれる。ドイツに勝ったんだから、あのドイツに勝ったんだから、この買い方したって当たるはずだよ、この買い方したって爆発できるはずだよ。ドゥル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 235、142倍、72倍をクリアプラッシュしてますね。一発でいきます、当たれば一発でいきます。まだ上がらない、そこから5号手這い上がってくる、3着まで。西村1号だ、フォーカスは2番手、さあ内から応戦する抵抗図、先輩は3号艇の広瀬、1号艇の罪握り込んでバックで入る、さあどうだ、ジャパン号艇1号艇まだ並走、ジャパン踏ん張ろうと3号艇広瀬、アートコース民戦です。第5レース、さあちなみにですが、本日の風速を発表しましたっけ？してないと思います。風速は2メートル、斜め前からの2メートル、ということは235が来やすくなるということ。ほら来た、
だからだ。小島初日なのでね、満州は未だに出ておりません。ほら、まだわからない。6号艇がね、結構絡んできてるな。1号艇がね、絡んでくるのが2回目かな。全然ありますよ、全然あります。さあ、クラリス戦、もう第6レースでございますけど、大丈夫、可能性はまだまだございます。なんたってまだ第6レース、なんたって小島初日、小島初日というものは、特大満州の可能性を十分に秘めている。1号艇が絡んできてしまう。いやでもね、本当に奇跡的に生きてくれたらね、一発でしょ、一発マジ、一発10万周ございますでしょ。1号艇。さあ、後半戦でございます。なんだか皆さん感じますでしょうか。特大満州の匂いがしてまいりました。どこかともなく特大満州の匂いがしてきましたよ。そんな小島初日だって、未だ硬い最後でやばい。ゴーニーさん、ゴーニーさんあるよ、ゴーニーさん、ゴーニーさん119倍、10万周でよくない。待って、ここでまだわからない。119倍、532はね98倍、どっちもプラス出資です。でも待て、あー、ジャパン上田系は513となりました。その候補6号艇川口2号艇まで、最高峰4号艇の前原でレースは2周目の瞬間と向かっていきます。ちょっとマジっすか。5号艇の谷村和也、2番手1号艇星野正彦、3番手3号艇永田圭司、上田系5号艇、めっちゃ惜しかった。ビッグチャンスだった。今キーパーと1対1、キーパーとの1対1で外してしまったようなレベル、そのレベルでめっちゃ惜しかった。そのレベルでほぼ的中は確定していた。満州じゃない、でも満州じゃない、満州がね出てないです、本日一本も。小島初日マジか、これ惜しかった。予選競争インコースから1番、2番、3番、はい、もう第8レースです。こちらは5艇出走スタートしました。インドカの5スタートは1号艇のということはありますよ、的中ございますよ、その分確率は高くなります。まくっていくのは3号艇の罪もう6号艇の湯川バンド交代する。ここを突き立てと1号艇の木田美幸、2番手2号艇3号艇出走はスッと出る2号艇は、満州が出ない、なんか最近満州が出ないことが多いですね。小島初日、まあまだこっからですけども、第10レース以降、こういう時は第10レース以降出るか。235ボックス、3艇ボックスを1個っていうのはね、しかも1号艇を絡めない3艇ボックスっていうのはね、結構なハードル高めですよね。そこでもだからこそ当たればね、爆勝ちしますから。爆勝ちか坊主かの、爆勝ちか坊主か、二択しかない。さあ、第9レースでございます。小島初日、このままじゃ終わらないはず、このままで終わっていいはずがないはず。小島初日、満州が一歩も出ていない。2号艇は後から3着付け、これ2号艇遅れてくる、後から3着付け、3号艇がまくり切ってからの3号に、大丈夫、本命は第10レース以降です。大本命は第10レース以降、1本出ますから、1本来ますから、それが10万周。さあ、アップが終わり、体が温まってまいりました。こっからが試合開始でございます。今
キックオフでございます。大丈夫ですよ、こっからですよ、当たりますよ。235ボックス来ますから、絶対来ますから。ほら来た、はい来た、サゴで負けできるよ。ほら来た、での片足6号で萩原、5号で佐々木で向こう上面ですが、さあトップラスに5号艇並びそう。インコース4号で片足、アドコース3号艇の小林、ワンネクトで6号で萩原、2号で小野と1号での川上、ものすごい争いをしている。まだ分からない。コーナーの世界スタートは正常、設定は4号での片足、差し回って6号艇の、まずい、待って、ここでね、どれか回し出ちゃったらやばい。大丈夫、満州に届かない。奇跡的にこのデメで満州、待って、463号艇3着いっちゃった満州だな。3号艇からもと満州です。マジっすか、1号艇だ、ほら1号艇、大丈夫、64になっちゃった満州だ。マジか、さあ後半戦でございます。第11レース、ここど本命ですよ。どうでしょうか、だって本日満州まだ出てないです。ここです、ここで決める、ここで満州が出るはず。いくよ、いけるよ、またこれは、やばい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 しあってる。で、532700倍、740倍、532700倍、523400倍。これ4高いでしょ、これね、マジっすか。完全にあれだ、あそこがチャンスだった。第11レース、あれがチャンスだったら最後です。第11レース、まだわからない、最後のアディショナルタイムでございます。まさにこれがアディショナルタイムという感じでございますでしょうか。大丈夫です、そんな大事です。どうだ、どうだ、あれ取れたらな、700倍ですよ、740倍でしたっけ。やばい、あれ言ってたら激アツだった。やっぱね、第11レースというのはね、満州が出てないときの第11レースというのはね、満州が出やすい、そんな感じがします。気のせいでしょうか。今日すごいな、6号艇がね、鬼絡みです。6号艇めっちゃ絡んできた。なのに満州はそう1本。いやー、まあね、3手ボックスというのはね、3手ボックスを1個というのはね、6通り難しいものです。しかも1号艇絡めないもの。まあその分当たればでかいというロマンがあるんですけども、まあ今回はね、ドイツに勝利した、ドイツに勝利したお祝いのこの回目といいますか、あのドイツにね勝ったんですから、素晴らしいですよね。から一定身のスタート残しました、踏ん張りました。セット1号艇地元吉田角郎人気にございます。そして2番人気2号艇徳松は2番手。こっちの勝負は勝てませんでした。こっちの勝負はドイツに勝てませんでした。はい、そんな感じで、そんな感じです。先頭1号艇吉田角郎、2番手が2号艇の徳松秀樹、3番手4号艇の湯川浩二が帰ってきて、ドイツは強かった。
まもなくゴールインです。先頭1番吉田ゴール、待ちました。はい、負けました。代表選手の皆様全員でこの動画を見てくれてると思いますが、頑張ってください。日本中に感動を届けてください。全力で応援しております。そしてドイツ代表の選手の皆様もね、この動画見てくれてると思いますが、今回こうしてドイツカラーで私も勝負させていただきました。とてもリスペクトしています。もう雲の上の存在だと思っています。あなた方は共にグループリーグ突破しましょう。そしてサッカーファンの皆様、今回こうしてサッカーに関する話を私初戦にわかがペチャクチャと話してしまいましたことをどうかお許しくださいませ。僕みたいに代表戦しかね見ないような、ワールドカップしか見ないそんな僕がサッカーを語るなっていう話でしょうから、そこはごめんなさい。ドイツに勝ったことが嬉しいです。そんな感じでございます。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。